6.27コパアメリカ GL 第2節パナマ2、1アメリカアトランタ、コパアメリカのグループリーグ第2節が27日に行われた。パナマ代表とアメリカ代表の対戦は、パナマが2対1で勝利した。初戦で黒星スタートとなったパナマと、初戦を白星で飾ったアメリカとの一戦は、序盤から激しいものになった。前半5分。 アメリカはセットプレーの流れから MF ウェストン・マッケニーがゴールネットを揺らす。しかし、直前のプレーがオフサイドとみなされ、得点は認められなかった。アメリカは前半16分にピンチに陥る。FW ・ティモシー・ウェアが相手選手をこづいたとしてビデオアシスタントレフェリー、VAR のチェックを経て退場処分。序盤から10人で戦うことになった。 数的不利の中、先制に成功したのはアメリカ。FW フォラリンバロ軍が左足シュートを放つと、ゴールポストに当てながら決め切った。パナマもすかさず同点に追いつく。失点から4分後の前半26分、MF セサールブラックマンが左足シュートを決め、11とした。そのまま後半に折り返し、拮抗状態が続く。 再び均衡が崩れたのは後半38分。パナマは FW ホセファハルドが右足ダイレクトを沈め、2位と逆転に成功した。パナマは後半43分に MF アダルベルトカラスキージャが退場処分。数的同数に戻りながらもリードを守りきり、2位で勝利を収めた。